Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. I say here in this video definitely that Madonna painted by Leonardo da Vinci in Annunciation is a witch or a devil, which indicates that Leonardo was an antichrist in the Renaissance. You see here, first of all, a devil's foot under the carpet. This is Maria's foot. まず、マリアの足をご覧いただきます。悪魔の足です。注意深くご確認ください。このフクロウの置物の足のその向かって右側、絨毯の下から隠し絵手法という形でちょろんと覗いています。3本指の悪魔の指です。今日はこれをテーマにといいますか、これを証拠にダヴィンチのマリア像を皆さんに説明したいと思います。ダヴィンチはアンチクライストでした。では、このビデオをご覧ください。で、同じような絵をですね、ラファエロも描いています。そうした、絵とですね、つなげて考えてみる必要があります。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Devil's Foot, 悪魔の足 Raphael vs. Da Vinci。 ラファエロ対ダヴィンチ。対立していたわけではありませんけども、ラファエロもダヴィンチも実に奇怪な絵を描き残しています。ラファエロ・サンティが描き残したこの絵なんですね。何でもない絵に見えるかもしれませんけども、この絵の中には隠し絵が仕込んであります。ここを見てください。3本指のまさに悪魔の指、足の指が書いてあります。中世の画家たちはこのようにして隠し絵という形で自分たちの思想を織り込みました。下がダヴィンチの受胎告知の絵です。この絵の中にも隠し絵が仕込んであります。このフクロウの置物の下を見てください。これはマリアの足です。なあちダヴィンチはこの絵を通してマリアは魔女であることを訴えています。これを隠し絵と言います。どうしてダヴィンチもマリアもです、ラファエロもですね、このような絵を描いたかということなんです。それについて話は全然それますけども、今朝日経新聞に次のような記事が出ていました。論評はしません。そのまま紹介させていただきます。マリアの手は受胎の不安、喜びの広さや深さを表しているという。僕の受胎告知図を書くことだった。人の病気、病や死は運命づけられたものだが、それを乗り越え、人はいかに生き、いかに愛しあるかを問うものだった。では、ラファエロを紹介させてください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Today's story is about, again, dreadful painting of Raphael's fake structure of Renaissance. In Japanese, 世にも恐ろしいラファエロの絵、ルネサンスという虚構について話します。これは補足版です。森本さんの方からですね、補足してくれということですので補足しておきます。ここに絵が書いてあるんですけども、この絵をですね、逆さまに見てほしいということなんですね。A と B としておきます。で、A の方を見ますね。それでこの A の方を見ますと、こういう絵が書いてあるんですけども、これを逆さまにするとですね、別の絵が浮かんでくるんですね。こうした隠し絵手法というのは、ラファエルには特に多く見られます。で、これ見ますと、何かしら、顔らしいものが浮かび上がってくるわけです。不気味な顔ですね。そして B の方もですね、同じようにこう、逆さまにしてみます。で、ちょっと明るくして、そして、ちょっと見ると何かしら人間が描かれているかのように見えるんですけども、逆さまにすると目のつり上がったエイリアン風の、像が浮かび上がってくるわけですね。これはちょっと厳しいかなという部分もないわけでもないんですけども、こうした隠し絵が仕込んであるわけですね。と言えるかどうか、皆さんの判断に任せます。で、もう一つここにね、私見落としたんですけども、中央分にですね、弾丸のようなもの飛んでますね。これ、シューッと飛んでるんです。わかりますか？もう一回言っています。シューッと。これ、私のなんかの絵の具の失敗かなと思ったんですけど、ちゃんと雲は書いてありますね、そういえば。そして、この先を見てください。1、2年前にロシアの現れた UFO の形、そっくりですね、これ。先がちょんと白くて、そして周りが太くて。はい。ということは、ロシアの UFO は本物だったということになるわけですね。そして、この光線を見ていただきたいんですけども、森本さんはここに7本の線があるというふうにおっしゃいます。で、確かに数えてみますと、7本らしいって言うんですけど、明らかにあからさまに7本書くことは許されなかったんですね。7本の光線というのはミトラ教のシンボルですから、それは後でもう少し詳しく述べますが、ですから、7という7本の線をですね、巧みにまぶしながら7本表していると。で、ついでに言っておきますと、このイルカがここに書いてあるんですけど、イルカの目というのは私水族館で見たことありますけど、こんな不気味じゃありませんよ。優しい目してるんですよね、イルカの目というのは。で確かに黒い眼鏡は大きいんですけどね、しかし真ん中に人間でいう瞳のようなものがありますからね、瞳というか、はい。で、これ、右が本物のイルカの絵ですけど、見るからに優しい目してるんですね、ちょっと怖い感じがしますけど、ね、大きいから馬もそうなんですよね。このラファエルの馬は真っ黒の目をしてますけど、なんか黒くして不気味にしてあるわけですね。で、実際に、なんて言いますか、馬の目というのも、皆さんご存知のように、優しい目してるんです。見た感じはですよ。こんな恐ろしい印象は与えないんですね。で、あえて、ラファエルはこういう恐ろしい目を描いたんですね。右の方が本物の馬の、目です。で、もう一つ、ここにですね、この、誰でしょう、マリア像だと思うんですけど、ここにね、ありえない、いわゆるその十字架がキリスト教のシンボルであるように、ここにね、アンククロスが書き込んであるんです。ごめんなさい、アンククロス。これはエジプトのね、なんて言いますか、聖なる、なんて言いますか、象徴なんですね。で、どうしてこういう京都の、アンク十字をね、ここに書き込んだかということなんです。言うまでもなく、ラファエロもアンチクライスト、反キリストだったんですね。当時はですね、もう命がけの活動だったと思いますよ。こんなのバレたらね、即処刑されたと思いますよ。ミケランジェロもそうなんです。続く後の方でミケランジェロの謎についてのビデオをお見せしますけども、命がけで、みんな命がけでね、なぜ命がけになったかというと、それだけルネサンスというのは、私たちが思っているほど明るい時代じゃなくて、まさにキリストづくめの暗黒の時代であったということを、こうした事実は示しているということです。では、続くビデオをご覧ください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan, and Satoshi Morimoto. Mystery of Raphael Santi. Why did he paint such strange paintings? This is a story about it. In Japanese, Morimoto Satoshi さんですね、ラファエロの、描いた絵の中でね、怪しいのを集めてほしいというふうに依頼しましたところ、森本さんが調査、というか調べて私に送ってくださいました。で、その中の、十数枚を今日これから紹介しますが、おかしいです。まず第一にこの1番目の絵はですね、森本さんがおっしゃるには金色の老人が不自然であると。で、誰かの肖像が胸に書かれているようだと。で、右の太ももがおかしいですとかっていろんなことをおっしゃったわけですね。それから画像を逆さまにするとですね、老人が右に向くとその時に目がつり上がった顔のようなものが浮かび上がってくるということをおっしゃいましたが、その最後の部分、ちょっと私よく分かりませんでしたので、分かった部分だけ、皆さんにお知らせしますとですね、まずこの絵っていうのは奇妙なんですね。この白いところにですね、子供か大人か、多分子供だと思うんですけど、このようにね、顔が薄く描いてあるんですね。一見するとこれ見えないんですね。おそらく小さいというか、本なんかに紹介されているのではこれ見えないと思います。左の上にありますね。こうした顔がですね、書いてあるということですね。それから、この肩のところにですね、見えますかね、ここにですね、顔が真ん中に彫り込んであるんですけど、この、顔がですね、角があるんですね、こういうふうに、奇妙な。いわゆるその隠し絵なんですね。ラファエルの絵はこういった隠し絵が至るところに見られます。例えばこの人もそうなんですね。ここにもありますね。そしてこのぼやぼやぼやとしての雲ではなくて、実は人の顔なんですね。でこの2人がですね、しらけた顔をしている。しかもその羽が黒いでしょ。でラファエルはですね、まあ、いわゆるその黒い羽と白い羽をですね、巧みに使い分けてますね。で2枚目の絵がですね、これが、ね、背景に子供の顔があると。で左下の緑の人の手に聖痕があると。ということで隕石のようなものがあるということをおっしゃったんですけども、隕石はちょっと確認できませんでした。で、ここに確かに子供の顔の絵が隠されてるんですね。で、ここに聖痕があると。ということは、これイエス・キリストということになってしまうんですけどもね。イエス・キリストにしては少しこうなんて言いますか。はい。というような絵なんですね。で、ここに聖痕があるわけです。ということなんですね。で、次の絵はですね、子供の天使の輪がですね、十字軍の十字って似てるんだけど、これはどうかっていうことなんですね。確かにその通りなんですけども、これにどういう意味があるか私には分かりません。皆さんの要検討課題ということにしていきます。それからこの右側の十字のね、この何て言いますか、旗があると。それからルーペのレンズがね、目のようになっていると。この2箇所をここで指摘なさいましたね。してくださいました。で、ここにやっぱりこの白地に十字の、マークが入ってますね。旗というか、それから十字軍のマークだというふうに森本さんはおっしゃいますけども、それからルーペなんですね。確かにルーペ、これやっぱりおかしいわけでして、っていうか、まあこういうものかなと思ってみるんですけども、これは角度を変えて動かして角度を変えていますとですね、確かにこの目らしきものがこう浮かび上がってくるわけですね。まあこれも隠し絵なのかなという、ちょっと厳しいかなというところなんですけども、隠し絵といえば隠し絵、目のような感じはしないでもないです。でから次のこれがね、あ、そうそう、この人を見てくださいね。影に隠れて薄くって見えませんけども、この人は明らかにこちらを見てますね。で次の絵はですね、服を着てないのにね、服を着てるような感じの絵が描かれてると。時々先も話ちょっと戻しますけど、時々視線がこっち向いてる絵がラファエロの中にあるんですよ。この子供なんですね。服を着てない。それからここに真ん中にね、マリアだと思うんですけども、服を着てる。これはまあおかしいと。まあ、これ子供がね、おかしいんですよね。このなんかこう筋線が取れてないというか、腹がぽってんと膨らんでるというかね。そしてこのマークなんですね。これはこのマークなんですね。エジプトのマークなんですけども、これがですね、まあ、いわゆる異教徒のなんて言いますかね、十字なんですね、これ。こういうものが書き込んであると。まあ、有名なマークですけども。で、これがですね、このキリストだと思われる人なんですけど、抱かれて降りてくるんですけども、いくつかの点で奇妙な点があるんですね。で、まあ、これはイエス・キリストだと思うんですけども、赤い服の人の、まあ、これキリストだと思うんですけどもね、またこっち向いてる人がいますね。俺はあなたを見てるぞって、I'm watching you っていう感じでね。で、私はこの向こうの遠くのこの山がね、なんか人間の顔のように見えるんですけども、まあ、これは私の思い過ごしかもしれません。なんか肩があってね、腕が折られてますけども。それでその次の絵なんですけども、この絵の中にですね、タコ、まあ、イルカの怪物がですね、タコを食いちぎって、まあ、実にこの絵は出て、ちょっと他の絵とは全く一室の絵です。ここにイルカが隠れてるんですね。で、ここに、この人の足がね、もやもやもやとこう、なんていうか、ちょっと気味の悪い絵です。これ、イルカがですね、非常にこう、グロテスクなイルカがですね、下でタコを食べてますね。そのイルカを操って、まあ、美しい女性がその海の上を立ってるわけです。で、それに対して今度はですね、それが逃げようとしてるのか、その人の、そうそう、この人はね、蛇の体してるんですよ。こう、ぐわーっと大きな蛇ですね。そして向こうに尻尾伸びてる。そしてこの人の足からはですね、毛のようなものが生えてる。それから向こうは下半身が馬なんですね、これ。という、まあ、ちょっと、絵ですね。で、上の方に子供がですね、体がない子供は雲に隠れた形になってギロッと睨んでる。そしてこの馬、この向こうのその向こうの人はですね、ちょうど胸の下あたりから水に沈んでるんですね。これ水がかかってますが、その手前、そして上の方に黒い羽をしたエンジェルと、で下の方に白い羽をしたエンジェルがなんかこう戦っているという感じの絵なんですね。そしてそれに抱きついている人の体を見ますと、やっぱりむにゃーっと蛇のような体になっている、まあ不気味な絵ですね、はっきり言いまして。そしてこの次の絵なんですけども、この中に人の顔が見えるの分かりますか、皆さん。ちょうど中央の暗いところです。普通じゃこれ見えないですよ。おそらく、どうなんでしょうね。画廊で見ても見えないと思いますね。ここなんです。で、これを画像処理しましてですね、明るくしています。徹底的に、明るくしていますと、人間の顔が浮かび上がってくるんです。分かりますか、ほら。そしてこっちをじーっと見てますね。これはね、ちょっとやっぱり不気味ですね。見えないだけに不気味です。どうしてこの絵が描けたかという問題もあるんですね。そしてみんながですね、この女性か男性か分かりませんけど、指さしているんですね。という絵なんですね。そして向こうに見えるこの建物がですね、なんていうかな、その当時のこんな建物があったのかなと思うような建物がずらっと並んでるんですよね。プーマプンクの建物に似ているような感じがしますけども、壊される前の、そしてその向こうにはこんな形相の女性なんでしょうか、男性なんでしょうか、もう顔中に恨みをもうね、あふれ返ってあるんですよ。で、この絵も、おかしい点があるんですね。城が、森本さんがおっしゃるには、城が水没しているとおっしゃるんです。今日のビデオはですね、森本さんのアイデアをもとに、私のアイデアを少しだけ加味させて作らせていただきました。確かに城が沈んでますね。水の下に。なんでこんな絵を描いたんでしょうってことになるわけですけどね。それから森本さんがおっしゃるには、左の子供がね、全体なんかこう薄い膜に包まれたような服を着ていると。確かに拡大してみますと、膜に包まれている感じがします。これからちょっとそれをお見せしますが。ここなんですね。なんか膝の方はこの背中の方にもこう薄い布がかけてあるのかなっていう感じがしますがね、やっぱりこの腹がですね大きくてですね、なんかこうこれもね、なんかこうストッキングのようなものかぶってるような感じがします。それからこれも絵はですね、この女性の耳がちょっと不自然だということを指摘してくださいましたので、耳だけを少し拡大してみますが、おかしいといえばおかしいしというところですね。ラファエロにしては、ちょっとこうね、筆のタッチを間違えたような絵かなという感じがしないでもないです。で、この絵もまた奇妙な絵なんですね。主人公の女性が雑すぎると。で、椅子の方向がちょっとおかしいということをおっしゃったんですけど、この上の女性をっていうか、天使と下の天使を比べたときに、私、上の天使を見たときにですね、ミケランジェロの描いたその天使を思い出したんです。この雰囲気が似てるんですね。下の絵がミケランジェロですけども、こう空を飛びながらナイフでね、誰かを突き刺してる絵ですけども、そういう絵なんですね。で、この人もまたあなたを見てますね。私はあなたを見てますよ。なんてね、そんな雰囲気の絵なんですね。そしてこの黒い羽。で、下の子供は白い羽。なんかこううまくっていうか、なんか意味を持って使い分けているように、ラファエルは思います。そしてこの絵なんですね。この絵はですね、よく見てくださいね。よく見ないと分かりませんから、中央にね、男の人が立っていて、中央右寄りです。で、この人の体とね、その下に足があるんですけどね、一致してないんです、確かに。これが足なんですね。いいですか？これ、よく見てくださいよ。ここに足があるんです。で、この足は誰の足かということなんで、膝がぐにっと回ってるの分かりますね。誰か分からないんですよね、この足が。で、上の人の足を、上には一人しか人間いませんから、上の人の人はおかしいと。さらにその向こうにはですね、馬に乗った多分兵隊が誰かにぞろぞろ連れてかれて、処刑場の方へ連れてかれる絵ですね。で、止まれ、進め、立ち止まれ、歩けとかって、言われて命令され、その後になんかうなだれた人たちが処刑場へ向かう絵が描かれてるんですね。どうしてこんな模様を描いたかって、これがね、私、後でもう一度説明しますけども、森本さんから情報をいただいた中で、最大の謎を含んだ絵なんですよ。で、これはどうして最大の謎かというとですね、上の方に現代っ子を思わせる子供がいるっていうんですけども、さあ、この足を見てください。これはね、3本指のね、足なんです。それも茶色で、後でっていうか、これから見せしますが、見えますか？3本指が出てるの見えますか？ちょうど板台の上に乗って、これ、指の先に爪が出てるの分かりますね。指があってちょうど矢印で隠れましたけども、その爪が上が指が3本で爪が出てるんです。これはね、リリトの足なんですよね。そっくりなんです。リリト、すなわち悪魔なんですね。キリスト教側が言う悪魔なんです。これがルシファーの妻なんですね。リリトなんです。いわゆるルシファーというのは666の、悪魔中の悪魔なんですよね。それ詳しく後で申し上げます。これはなんかバイキングの、ヘッドのような感じがすると森本さんはおっしゃいます。なるほどね。バイキングの船のような感じもするし、誰かの顔を模したのかもしれません。で、この人たちをよく見ると、この絵の中でね、森本さんが指摘してくださったんですけど、この絵がね、遠くに見えますけども、拡大してみると、なんか UFO のように見えると。そういうふうに見ようとも見えるしね、UFO のような感じがしないでもありません。で、さあ、今度はその次の絵なんですけども、この絵もまた、奇妙というか、ラファエロの、大変な謎を含んでいる絵なんですね。どこが不自然かというと、7本の霊、光が出てるんですよ。7はね、実はミトラ教の、光線なんですね。自由の女神はフリーメイソンが作ってアメリカに送った像なんですけど、やっぱり7本なんです。そしてですね、この絵をよく見ていただくと、こんな子供にね、ひび割れがいっぱい描いてあるんです。で、私はこれが絵の具のひび割れかなと思ったんですけど、そうではなくて、意図的に描かれたひび割れじゃないかと、絵だけでは分かりませんがね、じゃないかと思うんです。そして、ここにまた同じような絵があるんですけど、ここの2つの像が、どうも奇妙だとおっしゃるんですね。確かに非常に奇妙な絵であることは事実です。このにんまりと笑ってるね、楽しそうに笑ってるんじゃなくて、にんまり笑ってるんでもないのかな、なんとなくこうした顔でね、そこにね、またね、このサソリが描いてあるんですよね、これ両側に。もう少しいい画材を選べばいいと思うんです。さあ、この絵もおかしいといえば、羊がですね、人面羊だと。これは誰かの顔をもじって描いた可能性はあるんですね、ラファエロが。自分の嫌いな人をここに書き込んだという可能性もあるんです。どう見てもこれは人面羊ですね。どうしてこんなものを書いたんでしょう。羊といえばね、カトリックのシンボルですからね。さあ、今度のこの絵も奇妙なですね、4人のね、楽団がですね、踊ってるんです。ちょうど踊って楽器を鳴らしてる少女たちが4人いるんですよ、左の方から。ところがね、その4人のうちね、この3人がですね、目が真っ黒なんです。4人いるでしょ。そしてこれはみんなトライアングル持ってる、タンバリン持ってるんですけど、目が真っ黒に描かれてるんです。この人も、この女の子もそうですし、ここでは3人とれる、この子も目が真っ黒に塗りつぶしてあるんです。で、上の左はやや白目が見えるかなって感じです。この子も目が真っ黒なんですね。そしてそれをですね、後ろからやってきた兵隊がそれを引き止めようとするんですね。やめさせようと、それに対して男がね、割って入って、邪魔するなーって言ってるシーンですね、これは。兵隊がやめろーって言ってる。それに対して男が邪魔するなーって言ってる。で、右にいる子供は怯えてますね。楽団でみんなが楽しそうに踊ってるんだから、笑っていいね。で、左にいる人もその騒動を見て驚いてますね。これがラファエロの絵なんですよね。何かをラファエロはこの絵を通して私たちに訴えようとしてるわけですね。さあ、今度はこの絵なんですけども、森本さんがおっしゃる7本の線だ。確かに7本の線ですけども、そう、7本とも言えないという部分もありますけどね。で、ここにもね、やっぱりね、先ほどと同じように、一見見ただけでは分かりませんが、顔が彫り込んである。そしてこの馬の顔はですね、実に不気味な顔をしてますね。ここにね、一見見ると雲のように見えるでしょ。しかし、よーくね、明度を今度逆に落としてみるとね、落としてみるというか、コントラストを強くしてますと顔が浮かんでくるんです。そしてこの馬がですね、やっぱり目が真っ黒でね、馬っていうのは瞳は大きいんですけども、こんな真っ黒にはならないですね。黒目なんです。そしてなんて言いますか、ガーッと牙っていうか、歯をむいて苦しそうな感じで、空に向かって叫んでるっていう感じですね。さあ、皆さん、こうしたラファエロの絵を見られて、どういうふうに思われるでしょうか。以上は森本さんが指摘してくださいまして、森本さんどうもありがとうございました。だけどね、森本さんが今日発見した、くださった中で最大の謎は実はこの、先ほどちょっと言いました、リリトなんです。ここにね、先ほど言いましたように足が映り込んで、書き込んであるんですね。3本指の、その上の女性だと思うんですね。これ女性の足がここにあるんです。これは3本指なんですね。もう一度拡大していますからよーく見てください。それで今度は明るくしていますからね。ここに3本指があるんですね。そして爪があるんですよ。向こうにもあると思うんですけどね、よく見えません。3本指なんですね。そしてその爪まで書き込んであるんです。爪分かりますかね。で、これがリリトの足だということはですね、もう一度そのリリトの絵を見せますが、これはリリトというのは悪魔中の悪魔でしてね、アラブやペルシャではもうリリトというだけでみんな振り上がったぐらい恐れられた魔女なんです。で、なぜリリトが問題かというとですね、リリトは実はね、ルシファーの妻なんです。ルシファーということは、天から追放されて、悪魔中の悪魔ですね、いわゆる666のいわゆるエクソシストに出てくるような悪魔なんですよね。ルシファーの妻だ。もともとルシファーというのは全天使の長であったんだけども、神に逆らって楽園を追い出されるわけですね。ルシファーなんです。そのルシファーが、いわゆるキリストカトリックキリスト教が言う悪魔となるわけです。しかし、これはミトラ教ではケラブっていうんですけどね、全然悪い人じゃない。ベートーベンの大工の中でもケラブは歌われていますから。ところがキリスト教側では悪魔中の悪魔になるわけです。いわゆるサタンですね。その妻のリリトの足がその絵の中に書き込んである。これはどういうふうに理解したらいいのかということになってくるわけですね。それについては後日の検討課題ということにしますが、森本さんどうもありがとうございました。Thank you very much for watching. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan, and I would like to talk about mystery of Renaissance, suspicious trios, Michelangelo, Raphael, and Leonardo da Vinci. This is my suspicious. This man is very suspicious, yes, Mr. Hiroshi Hayashi, but this man is more suspicious than I am in Japanese.林博士も怪しいですけども、このとこはもっと怪しいですね。このギリシャ彫刻にこんなのがあるんですね。もう一枚壁壁画もありますが、ラファエルが生きてた時代には土の中にうずもれてたんじゃないでしょうか。ところがですね、ラファエルはこの絵を1523年に、発表して、現在でも、美術書なんかによれば大変高い評価を受けておりますね。しかし、このラファエルはですね、先のギリシャ彫刻から1500年以上に経ってから作ったということなんですね。そういう視点で見てますと、何かしらやっぱりおかしいんですよね、ラファエルの絵も。というのは、これが私の突破口になったわけですけども、この右と左を比べてみますと、こういう感じですね。ほとんど同じというか、目が開いてるか閉じてるかという感じだけなんですね。今度は輪郭を合わせてみたんですけど、輪郭の方も全く同じなんですよね。これ左右反転した絵なんですよ。それでもこれだけ似てるんですね。で、ラファエロの絵というのはですね、私見る限りどうも2D 写真っぽいというか、本当になんていうか、その都度そのモデルさんを見ながら描いたというよりもですね、これは3人とも同じ女性だということは、一目瞭然なんですよね。それを証明しろっていうのは不可能ですけども、顔というのはそういうもんですよね。多少傾き変えても、やっぱり同じ人は同じ人なんですね。ところが、この3人をよく比べてみますと、実になんて言いますか、微細な部分で類似点というかにこだわっているわけであります。例えばこの髪の毛なんかでもこれ全く同じなんですよね。それからこれ見る頭の角度が違いますから、ぐっと左の方は回り込んでますから、この幅は狭いですけども、右の方はぐっと横から顔を見てますから、髪の毛のパターンは広くなるわけ、ワイドになるわけですけども、同じなんですね。で、左側の方の髪の毛も同じなんですね。で、こういうふうになっていると。で、こういうふうに髪の毛も同じであると。それで、よく向かって右側の目ですね、この女性の左の目ですけども、見ていただきたいんですけども、ややこの目がね、目の横線がですね、ずれてるの分かりますか。こんなところまで全部一致してるんですよね。で、これはなんて言いますか、写真によるものだというふうに私はまあ今判断しています。で、これは同じようなことがですね、ダ・ヴィンチについても言えるんです。ダ・ヴィンチはまあ前にも何枚か自画像を残してますけども、この自画像がですね、同じなんですね。ただ大きさがね違うということは分かってるんですけども、どの程度違うかということは資料不足というか調べた範囲では分かりませんでした。まあ、これはオリジナルの絵なんですね。でダ・ヴィンチ、まあ、4枚ここから精査していますけども、1、2、3、4という、まあ4枚の絵をこう並べてみるわけですね。で4枚目がですね、オリジナルは向きが逆なんです。でこれは先ほど言いましたように紹介してある英字の文章を見れば分かるように、もともと反転してあるんですよね。で私はこれをダ・ヴィンチの絵を左右反転してみました。でこうして並べてみますとですね、よく似てるというか一見違うように見えるんですね。私たちがそのグラフィックデザインのソフトを使って白黒かけたりエンボスかけたりするようにですね、ダ・ヴィンチも同じようにこうしている可能性が非常に高いということになってくるわけです。というかまあ間違いないですね。それでこの4枚のようですね、それぞれこれから貼り合わせてみます。貼り合わせるとモーフィングとは違いますから気をつけてください。モーフィングの場合はですね、点を決めておいて同じように合わせるんです。これはモーフィングじゃなくて、2枚の絵をですね、1から2とダブらせて、一方をフェードアウトして、そしてフェードインしたっていうだけの作業なんですね。でもこれだけ同じになっちゃうんですね。もう一点は今度は2から3へとこの変化させてみます。で同じようにこうずっとこう変わっていくわけですね。それで今度は3から4へと3から1へと書いています。で4がですね、花の形がかなり違っていて、一番まあ異質というか出ませんが、4からも書いてみます。全く同じだということは分かりますね。ということはもう写真と同じように同じだということなんですよね。これダ・ヴィンチのこの英文の説明見てくださいね。左右、私が反転したわけじゃありませんので。でもこれは私が反転した絵ですけども、4から1に変えてみます。で帽子の位置も形も同じになっていくんですね。反転することによって。この1枚の絵だけは帽子のかぶり方が逆なんです。で4から2、一番似てないもの同士をこうフェードアウトフェードインしてもやっぱり同じになっていくということは、まあ、だんだんと言いますか、これ写真だなという写真と言いますかまさに写真だなということが分かってくるんですね。ということはそういうことをするだろうかという問題もあるんですね。例えばなんかこうトレーシングペーパーかなんかに絵を残しておいて、そしてそれを焼き付けるようにして同じ絵を描いたと。はい。まあそれはそういうふうになさる方もいらっしゃるでしょうね。でこれが1、2、3、4とくるんですけども、これは同じデータベースを使ってですね、いろんな今もう簡単にできますからね、グラフィックスの世界では、例えば白黒にしたりセピアにしたりカラーにしたりということは自由にできるわけですね。で、1、2、3。今度ここでね、帽子の位置に注意してください。4番目の帽子に。この4番目の帽子、反対向いてるでしょ？反転してるから反対向いてる。これ元に戻したらこの通りに、あと1、2、3と同じになるんです。4番は明らかに原画を反転して描いた絵だということはこれで皆さん分かったでしょ？どうしてそんなことをするんですか？そして1番と2番はね、これから2番をお見せしますが、まあ、先ほどお見せしましたように、まあ、同じと見ますね。同じと見るというか、ひげの精査ちょっと大変なもんですからね、これよく真ん中の中央のひげだけでもいいから注意深く見てください。多少線を入れてるかもしれませんよ。今度は、番号はまあどうでもいいんですけども、これをね反転してますよ。帽子の形が同じになったでしょ。反転して帽子の形が同じになって他の3枚と同じになったということは、もともとのデータベースを逆にいわゆるコピーしたということなんです。これはもう今ね、コピー機でも簡単にできますからね。スキャナーでも簡単、スキャナーはできないのかな、まだ。私のスキャナーはできません、反転は。こういうふうにこう、反転できる。まあ、グラフィックというソフトがあれば、デザインソフトがあればできますね。で、反転したら帽子と同じ。ただ、花のと形だけが違うんです。まあ、こうした例はですね、ギリシャ彫刻ではもうしょっちゅうやってるんです。ほんのわずかだけ時間差をかけて、それでプログラム工作っていうんだそうですね。これを専門用語で。で、プログラム彫刻。例えばこの2つの像を見てください。足の太さ、足の形、それから胸の線を見てください。同じ像でしょ？そうすると皆さんはこう思うんですね。彫像で作ったってか、鋳造で作ったっていうんですよね。ある方がそう言いました。鋳造で作ったと。で、ただ少しポーズが違いますね。しかしこれ鋳造なんかで絶対できるわけがないんです。大きさが違うんです。21と62センチです。台の部分を除いたらまさしく、なんて言いますか、ちょうど3倍なんです。正確に3倍なんですよ。わかりますか？すなわちこれが本当の大きさです。じゃあモナリザはどうかということなんです。じゃあコンテですね。で、ごく最近ですね、てかもう一人のモナリザが出てきました。で、これは絵の具の鑑定だとか、なんて言いますか、その画布の鑑定によって、ダ・ヴィンチの絵だということが証明されております。ところがですね、左と右を比べてください。ややまあ年配のダ・ヴィンチと若いジャコンテがいますね。これら2人は全く同じなんですよ。これは私が証明したんじゃなくて、すでに科学的に証明されて、その上で、この右のこの若いモナリザはですね、ダ・ヴィンチの作品だというふうに、もう正式に認定されております。大体できるわけありませんからね。で、模写なんてここまでは。そして見比べてみてお分かりのように、全く同じ。寸分たがわず同じなんですよ。で、皆さんはこういうのを見て、ダ・ヴィンチは天才だからできたんだっていうふうに片付けてしまいますけども、そう片付けていいもんでしょうか。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Hirayama Kyoka, Japan.Today's story is about the mystery of two Marias. 二人のマリアの謎。マリアとマリア。ブルガリアのソフィアというところにですね、アレクサンダー・ネフスキーという大本山があります。この寺院の中に一枚の絵があります。この絵は今まで何度も取り上げてきました。今日はこの上のこの女性に着目してみたいと思います。当初私はこれは聖母マリアだと思いました。でもイエスよりも若く見えます。まあ、一説によると聖母マリアは死ぬまでと言いますか最後まで年を取らなかったと言われております。これは聖母マリアなのでしょうか？それとも誰なのでしょうか？イエスには妻がいた。というようなことをですね、ハーバード神学校が鑑定の結果、次のことを発表しています。このパピルスの中にですね、イエスが My wife、私の妻というような言葉を使っていたということが分かりました。で、このパピルスに書かれたこの文章がですね、本物かどうかということが、この2年間の間、ずっと議論されてきましたけども、ハーバード神学校がですね、このパピルスそのものは偽物ではなく、古代のものである可能性が極めて高い、most likely であると発表しました。その中のイエスの妻の福音書と言われている中にはですね、イエスは彼らに私の妻はと書いてあるというわけですね。つまりイエス・キリストには妻がいたということになるわけです。でカトリックの教えといいますか、カトリックでは大きな問題となったわけであります。そこで、マグダラのマリアをもう一度見てください。これはマグダラのマリアと言われています。まさしく、マグダラのマリアです。そのことは後で証明いたしますけども、弟子の一人ということも言われていましたけども、ほぼ、マグダラのマリアということになりました。で、右の方が聖母マリアなんですね。で、この二人は別々の人なのか、それとも同一人物なのかということなんですね。で、女神マリっていうのがいるわけです。まあ、いたわけですね。今もいるかもしれません。これが女神マリです。日本語のウィキペディアの方では、マリのことをですね、女神マリのことを、このようにまあ、どちらかというと、優しい神、女神であるかのように書いています。魔法の洞穴、いわゆる岩窟ですね。洞穴に住んでいると。火の玉に乗って空を飛んでいたというわけですね。で、まあ、こういった書き方してはあるんですけども、この日本語の中でもですね、今度は英語の方で調べてみますと、もう少しはっきり書いてありますね。このマリはですね、夫の魔女といるときには、雹が降り、そして穴を出るときには嵐や干ばつが起きたというわけです。そしてマリはですね、魔女たちの、まあ、なんですか、によって給仕されていたということ。そして彼女はfalsehood、偽の世界に住んでいたということですね。まあ、いろんな意味に解釈できますが、そこでもう一度この左の女性を見てください。ガブリエルということになってますけども、猛禽類の羽を持っていますし、そしてここにはフクロウの形をした置物があります。まさしくフクロウですね。フクロウといえば魔女。はっきり言えば悪魔のシンボルですね。そしてここにマリアの足がちょろんと少し出ていますが、明らかにフクロウの足です。ローマではフクロウというのは魔女。魔女といえばのことをフクロウと言ったわけですね。そしてこれはリリトですけども、ペルシャでは恐れられた悪魔の妻ですね。ルシファーの妻ですけども、フクロウを共にしています。ローマ人はフクロウをストリクスと言って、それは魔女を意味したと。そして凝視する目が特徴なんですね。じーっと相手を睨むというわけです。まさにフクロウの目ということになるのでしょうか。この女性はじーっとマリアを睨んでますね。なち、まあ、ダヴィンチが言うにはですよ。これは、女神、マリだというわけです。そして、フクロウは今も言いましたように、魔女、悪魔のシンボルでもあったわけです。となると、ここで、こうした説明ができるわけですね。もともとは一人の女性であったマリを二つに分けて、一方をガブリエルとし、一方をマリアとしたわけです。これはダヴィンチの解釈ということになりますけども、ダヴィンチはそうしたメッセージを私たちに残したことになります。上が女神マリです。そしてそれが2つに分かれて、ガブリエルとマリアになったというわけです。となると、ここでまた謎が一つ生まれてきますが、ではマリはマリア、高い山の洞窟に住んでいたというわけですね。で、もう一度ちょっと考えてみてほしいんですけども、ルシファーとリリトがいますよね。ルシファー、サタンのことです。その妻をリリトというんです。そこで私は、ヤフーを使ってですね、ルシファーという名前の人がいるのか、あるいはリリトという名前の人がいるのか調べてみました。いないんですね。それは、まあ以前、名前としてます。以前というか、まあ名前としてふさわしくないからなんです。それじゃあ、マリアはどうかということなんです。今でこそ大変ありふれた名前であり、マリアーンとかいろんな名前に変形してますけども、マリアという名前はどうだったのかということなんです。私は2000年の昔には、マリアという名前はほとんどなかったのではないかと思います。というのは、今も言いましたように、マリというのはですね、女神マリですけども、英語の方で書いてありましたように、まさに魔女の中の魔女になるわけですね。そうしたメアリーという名前を果たしてつけただろうかということなんです。そこで、ダヴィンチは、実はこの二人は、いわゆるマグダラのマリアと聖母マリアは同一人物だということを私たちに教えています。これは岩窟の聖母子です。中央にいるのが聖母マリアですね。そしてこれは最後の晩餐に出てくるマグダラのマリアですね。この両者を比べてみますと、全く同じ女性であることがわかります。見比べてみてください。見比べてみてください。そして、両者はマリンブルー、すなわちマリアの青いブルーの衣服を身にまとっています。マリンブルー、マリア、マリン、みんな関係してるんですね。顔などはもう区別がつきませんね。すなわち、ダ・ヴィンチはこの2枚の絵を通して、実はマグダラのマリアと聖母マリアは同一女性であるということを私たちにメッセージとして残したということになります。そしてその、あくまでもダ・ヴィンチの意見ということになるんでしょうけども、この2人の女性は、魔女中の魔女である女神マリの2人の姿を一つにしたものだ、二つの姿にしたものだということを教えているわけです。だから、岩窟の中に、まさに似つかわしくない場所に、空高い岩窟の中にいるという絵を表現したのだと思いました。もう一度、キリスト教への流れを見ていますと、アフラマズダーがいて、ザラスストラがいて、そしてそこからミトラ教が生まれるわけですね。そしてそのミトラ教をそっくりそのままコピーして、ヘリオスが、これは私の考えですけども、ジーザス、イエスとなり、そしてマリと手を組んで、キリスト教を立ち上げるわけです。そしてそれがローマカトリックの流れとつながり、そして一方でフリーメイソンの流れへと繋がっていったわけです。で、ところで、平山京香さんという方よりですね、こんなメールをいただきました。ギリシャ神話の専門家の方だと思われます。大変深い内容です。平山京香さんからいただいたメールをそのまま紹介させていただきます。ギリシャ神話から見てもですね、私の説を裏付けていると、裏付けることになると、そのように言ってくださいました。こういうメールは本当に励みになります。平山京香さん、どうもありがとうございました。率直に言って私は、ここまで詳しくギリシャ神話の内容を知りませんでした。裏付け資料としてとなれば、使ってくださいということですね。ありがとうございました。で、ヘリオスの5人の娘のうちの1人が、キルケイという魔女ですと。そしてその住んでる場所も分かっているってことなんですね。今度この山については調べています。地図まで送っていただきました。さらにギリシャ神話の立場というか内容からしてですね、今までの私が述べてきたことがですね、符合性があると言いますか、辻褄が合うというように言ってくださいました。もっとも私が今まで述べてきたことはですね、ダ・ヴィンチの絵画を分析して、そうした結果が出てきたということなんですよね。ですから、ダ・ヴィンチがそれらを知っていたということになるのでしょうか。あるいはダ・ヴィンチが言ってることは全面的に間違っているということになるのでしょうか。それはこれからの検証をに任せたいと思います。まあ結論から言いますと、この女性、アレクサンダー・ネフスキー寺院にあるこの絵画の中のこの女性は、聖母マリアでもあり、マグダラのマリアでもある。実は同一女性である。つまり、この女性はダ・ヴィンチによれば一人の女性、すなわち女神マリであるということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Maria, at least Maria painted by Leonardo da Vinci, was a witch. マリアは魔女だった。少なくともダ・ヴィンチの描いたマリアは魔女だった。これはダ・ヴィンチの代表作、受胎告知です。この絵の中には何かしら奇妙なものがいっぱい描かれています。マリアの周辺だけでも異様に長い指、奇妙な衣服、それから足が3本あるかのような台、腹巻き、それからこのレースの中には何かしら顔のようなものが描かれています。はっきりしません。が何よりも不思議なのはここなんですね。一体これは台なのか絨毯なのか。私は初めこれ台だと思ったんですね。台の上にマリアが座っていると思いました。こういうふうにね、台を描いてみました。あるいはこれは絨毯なんでしょうか。実はこれは絨毯なんですね。よーく見比べてみてください。上は台、下は絨毯です。なぜこんなことが大事かというとですね、台であるか絨毯であるかによってですね、マリアの足の位置が変わってくるからです。この布が垂れていない、下へ垂れていないところを見ると、これは絨毯だということになります。すなわち、これから悪魔の足を皆さんにお見せいたします。ここにフクロウの、フクロウに似た置物がありますね。台があります。その向かって右側の台の下を見てください。フクロウの足を何か手のような、あるいは足のようなものがぎゅっと握ってるのがわかります。あれは抑えてるのかもしれません。前回調べたときには、何かが抑えてるというふうに書きましたが、この絵のこの辺りには、このようなものは他にありません。これは私は足だと判断しました。というのは、ダ・ヴィンチはですね、これと似たような解剖図を残してるんですね。それが、この足なんですけども、これは熊の足ということになっていますが、熊の足なんかではありませんね。じゃあ誰の足かということなんです、問題は。誰の足かということなんですね。でも位置的に考えますと、こういうふうに足が来て、やや長いかなっていう感じもしますけども、これは実はマリアの足なんですね。つまり、ダ・ヴィンチはこの絵を通してまさに命がけでマリアは魔女であることを示したわけであります。あからさまに描いたのでは、ダ・ヴィンチとて命はなかったかもしれません。ルネッサンスという時代はそういう時代だったんですね。この奇妙な撫で方のビショップ。彼もやはり鳥の足をカモフラージュしてここに描かれています。あるいは中央の天使を見てください。天使が手を伸ばしてますね。この手先を見てください。こうしてさりげなく人に気づかれないようにそーっと隠し絵を仕込んでいくわけです。これがルネサンスの時代の絵画の特徴でした。ミケランジェロもしていますが、シノレリもボッテチェリもしています。すなわち、これはフクロウであり悪魔のシンボルなんですね。マリアは悪魔でした。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, and I say concocted history of Jesus Christ and who is Maria and where did she come from. Conclusion in Japanese 結論から先に言いますと、イエス、30歳以前のイエスは存在しませんでした。30歳以前のすべての物語は、後の学者による作文ということになります。これがザラストラですね。ゾラスタ教。その元でミトラが12月25日に生まれました。3人の賢者がやってきて、ミトラをですよ。その日に祝福しました。このミトラがミトラ教を起こし、そして全世界へと広がったわけであります。日本の空海もその一人です。で、ミトラがその太陽神についた時にですね、その上司であるヘイロスが太陽神の座を奪われ、外に出ます。それが後のキリストになったと考えられます。で、ヘリオスはキリスト教を立ち上げたわけでありますけれども、すべてミトラ教からコピーしたわけであります。ヘリオスにしてみれば、自分が作ってきた宗教ですから、コピーして何が悪いかということになったんだろうと思うんですね。イエスは誰であったのか、またどこから来たのか、もう一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。で、キリストについてですね、ウィキペディアは次のように説明していますが、結局全体をまとめて言うと、30歳までのキリストは全く闇に包まれ、そして、謎と言いますか、何もしなかったということですね、はっきり言えば。ところが30歳になって荒野で修行に行き帰ってくると、突然イエスはですね、イエス・キリストとなるわけです。ですから、これはあるキリスト教団体のウェブサイトですけども、そのように、書いてあります。なぜイエス・キリストはイエス・キリストになったのか。ここにキリスト教側のですね、説明が書いてあります。敬虔なクリスチャンの方が作っておられるウェブサイトなんですね。これはキリスト教全体にっていうか、キリスト教信者が常識としている、ストーリーなんですね。が、しかし、30歳までのイエス・キリストは全く謎に包まれるわけです。イエス・キリストの歴史をもう一度見ていますが、実はこの絵はイエス・キリストを叩いた絵ではありません。ミトラを叩いたミトラ教の信者に残っている絵なんですよ、皆さん。キリストではありません。ミトラなんです。で、もう一回検証してみますと、この話よく見てください。証言者はマリアのみ、証拠能力なし。イエスという名前はですね、調べましたところ、ベツレヘム周辺では極めてありふれた名前であることが分かりました。で、これは史実だろうと思うんですね。ローマ皇帝がですね、ユダヤ人が増えることを嫌ってですね、そして時々殺害したことは事実です。で、この部分もですね、証言者はマリアのみ、証拠能力は、法的に言えば何もないわけです。ミトラのコピーですからね。ミトラ教のコピーであるとするならば、さらに証拠能力はないわけですね。そしてこのクリスマス。12月25日は、キリスト教側も別にイエス・キリストの誕生日でないと、最近になって否定し始めています。3人の賢者が来た、博士が来たというのも証拠能力なし。マリアの証言のみなんですね。法律的に言えば、例えば裁判所で言えば、証拠能力なしと判断されても仕方ないですね。この部分についても証言者はマリアのみなんです。学者たちと12歳の時に問答した。これについても別にイエスという名前は極めてありふれた名前であることも考え合わせるならば、証拠能力なしと見ます。いかがですか皆さん。つまり証言者はマリアのみ。ヨセフは荒野での悪魔との対決からイエスが戻る直前に1週間ほどでしたかね。途中で音声が切れましてごめんなさい。キリスト教というのはミトラ教の、完全なコピーであるということなんですよね。それについてはもうたびたび述べてきましたが、このキリストの像もどうもコピーのようですね。一番古いキリスト像というのは実はカッパドキアに残ってるんですけども、このカッパドキアに残ってる像もザラスストラの像と酷似していますね。皆さん自身で比較してみてください。左が紀元前1300年頃に書かれたザラスストラの像ですけども、その像とキリストの像とは同じなんですよね。このように1から10まで全部コピーして生まれたのがキリスト教だということなんです。となると、30歳以前のキリストの話というのは、はっきり言えば全部捏造ということになります。ではマリアはどうかということなんですね。本当にマリアは存在したんでしょうか？そうした疑問も生まれてくるわけです。マリアですね。ダヴィンチの書いたマリアです。彼女は誰なのか？どこから来たのか？ダヴィンチはですね、そのことをね、どうも知っていたみたいですね。これがダヴィンチの書いた受胎告知です。で、奇妙なものはここに置いてあるわけですけど、これについては、また後でも何度も精査しますけども、これはまさにフクロウなんですね。ところがフクロウというのはですね、ローマにおいても、そして、サタンの代名詞なんですよね。ルシファー。これはキリスト教の言う悪魔です。その妻がリリトなんです。優しい顔をしてますけども、ペルシャでは皆に恐れられました。このリリトの横を見ていただきたいんですけども、ここにフクロウが立ってるんですね。いわゆるフクロウというのは魔女のシンボル。フクロウといえば魔女、魔女といえばフクロウという関係にあるわけです。そのフクロウがですね、このフクロウ、フクロウですね、がですね、先ほどの受胎告知の絵の中に書いてあります。なぜダヴィンチはフクロウを受胎告知の中に書いたかということなんですね。ダヴィンチの書いたのがこれですけども、置物に、なんて言いますか、隠し絵として仕組まれていますけども、これは誰が見てもフクロウなんですよね。フクロウに似てるというレベルの問題じゃないんですね。フクロウなんですね。そしてこの奇妙なことに向かって右側の足がですね、何かしら悪魔の手で抑え込まれているような感じもします。こうした隠し絵というのはあちこちにありますけども、これはフクロウなんですね。見比べてみてください。となると、なぜここで受胎告知という極めて重要な場面の中で悪魔の象徴であるフクロウをダヴィンチが書き込んだかということになるんです。これはリリトと言われても、反論でしようがないでしょうね。そして、左の女性については、ガブリエルっていうのは、勝手な名前ですけども、じーっと睨んでますね。この凝視する目を持つ女神のことをマリと言うんですよ。このフクロウの羽を持った、猛禽類の羽を持った女性、天使はですね、じーっと睨んでいます。で、フクロウというのはローマ、いわゆるイタリアではですね、いわゆる魔女を意味したわけです。すなわち、これはマリということになりまして、右にいるのがマリアです。マリとマリアというのは、があるかないかですけども、古来より同一人物なんですね。聖母マリア、マリというのはラテン名で、海を表すマリアであると。となると、フクロウがいる。魔女の代名詞であるフクロウがいる。魔女なんですね。リリートかもしれません。リリートでないかもしれません。がしかし、この左上の女性はマリであり、魔女なんですね。そして右にいる女性はマリアなんですね。マリとマリア。そしてその間にフクロウの置物が置いてある。二人の女性と見るから話がおかしくなるんですね。実はマリとマリアというのは同一人物であった。すなわち、ダヴィンチは一人の女性を二人に分けたということになります。で、私の結論はこうなんですね。もう一度おさらいしますと、魔女がいた。マリだった。リリトだったかもしれません。それを二つに分けた。一方が、キリスト教側が言うガブリエルになり、一方がキリスト教側が言うマリアになったというわけです。しかし、もともとこの二人の女性は一人の女性であったということになります。ダヴィンチはですね、マリアだけではなくて、こうした事実を知り尽くしていたのではないかと思われます。キリストの正体も知っていました。同時に、マリアの正体も知っていました。そうした事実を、ダヴィンチは絵として残したということになります。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Here is a very, very important message from Mr. Leonardo da Vinci. He has left a very important message to us human beings. In Japanese, Leonardo da Vinci からのメッセージ。ダヴィンチは私たち人間に大変重要なメッセージを残しました。今日の物語は、この一枚の絵から始まります。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか。順に、この絵の謎について説明していきます。この葉っぱはどこかトカゲのようですね。そしてこの子供を見てください。目を見てください。この子供たちは明らかに虐待を受けています。ほっぺたは腫れ、左の子供は頬が腫れています。目がつぶれています。そしてこの子供には片足しかありません。また、この子供は、子供の右手はどうなっているのでしょうか。これはどこか蛇に見えます。蛇を模しているとしか思えませんね。そして、この鳥を見てください。この鳥には片目しかありません。もう一方の目は潰れています。子供の目と同じように半分閉じています。足を見てください。このキリストの足は、指はですね、6本あるように見えますし、向かって右の足は7本あるように見えます。そしてここに見えるのは手ではないでしょうか。私の思い過ごしだというのは少し待ってください。このヨハネの手を見てください。皮膚がめくれています。そしてその手は不気味に長く細く、そして親指が短いですね。皮もめくれています。そして空に飛んでいるのは黒い鳥ですけども、羽を取ってみると、まさしくそれは UFO なんですね。1965年に確認された UFO です。そして、このスカートのようなものを見てください。逆さまにしますと、これはミケランジェロのピエタ像の姿にも似てますが、ダヴィンチ自身が描いたコンヘッドマンの姿にも似ています。この腕はですね、逆さまについています。反転していますからよくご覧ください。脇の下が下へ来ましたね。どうしてダヴィンチはわざと腕を反転した逆さまの絵を描いたのでしょうか。またここを見てください。はっきりとはわかりませんが、ここに足があるのがわかります。足が岩陰から出てますね。そして先ほどの手と比べてみてください。そしてこの腕はですね、ダヴィンチ自身が描いた恐竜というか鳥なんですけどもね、レダーとスワンの中のスケッチの中に出てくる恐竜のようでもあります。そしてここに注目です。これはまさに穴あきドルメンですね。これらは硬化させて3000個以上見つかっている穴あきドルメンですけども、このドルメンは何のために使われたかということはですね、幼い子供たちを閉じ込めておくためだったんですね。そして餌として食べるためにここに閉じ込めておいたわけであります。この子供たち、ドルメン。明らかに虐待を受けた子供たち。ここに手がある。足がある。これらを総合しますと、この絵の中から浮かび上がってくるのは恐ろしいメッセージなんですね。彼は本当にイエス・キリストなのでしょうか。寂しげで苦しげで威厳もなければ風格もありません。そしてこのイエス・キリストの首を見てください。ブルーの中央のラインが喉仏のラインです。そして異様に太いなで肩、首。わかりますか？右の方は暗くて見えませんが、これはダヴィンチ自身が残したレプタリアンの骨格像です。細い骨をですね、何本かの剣で支えています。これはダヴィンチ自身の自画像です。が、一つだけはっきりしていることがあります。もし彼が敬虔なクリスチャンであったら、こんな絵は描かなかっただろうということです。もう一つの証拠をお見せいたします。これは有名な受胎告知の絵ですね。この女性を見てください。マリアの顔をじーっと睨んでいます。このヨセフの目を見てください。じーっと睨んでいます。どうしてこんな鋭い目つきで睨んでいるのでしょうか。それについては、ウィキペディアが次のように説明しています。魔女である。フクロウというのは魔女を意味したと。そして凝視する目を持つ女の女神の像は、まさに悪魔の目なんですね。この真ん中に中央に置かれた台を見てください。これは皆さん何に見えますか？フクロウですよね。どう見てもフクロウでしょう。ダヴィンチはフクロウを描いたのです。悪魔の象徴であるフクロウを描いたのです。すなわち、マリアは悪魔に祝福されているということになります。そして、今まで見てきましたように、イエス・キリストは悪魔に祝福されたということになります。これがレオナルド・ダ・ヴィンチ氏からのメッセージです。ダ・ヴィンチはまたこんなキリスト像を残しています。どう判断なさるか皆さんのご自由です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.追記ですけども、キリー・クラッペさんっていう方がですね、極めて、解像度の高い絵を送ってくださいました。で、この、ジョンですね、ヨハネは、鱗のシャツを着てるんじゃないかということですね。それから、この、虐待された子供たちの顔、表情がより鮮明にわかるようになりました。目が、視線がずれてますね。そして、ひどい、打撲傷を負ってるように見えます。打撲傷を負っていますね。まあ、これ虐待というわけです。で、二人の少年は、虐待され、打撲傷を負ってるわけですけども、この子供たちは全く無表情ですね。それから、この詳細なこの絵をもう一度精査してみまして、明度を上げてみますと、やっぱりこれ、右の方は手に見えますし、ここにもう一つですね、隠し絵として顔がこう隠されているようにも見えます。これはあくまでもそう見えるだけですけども、あからさまに描くことはできませんでしたからね、当然。それから、私はこれよくわからないんですけども、どうしてヨハネが十字架の棒を持っているかということなんですね。キリストが十字架に処刑されるというのはもっとずっと後のことですからね。というような謎も次々と生まれてきています。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. What is Da Vinci? Was he a member of Illuminati or not? ダ・ヴィンチとは一体何者なのか？彼はイルミナティのメンバーだったのか？受胎告知の謎。これがまあダ・ヴィンチの少ない直筆の中の一つですけど、ここに奇妙な置物があります。これはもう見て一見してわかるように、フクロウなんですね。フクロウです。owl です。This is an owl. まあ、いろんなことをおっしゃる人がいらっしゃるかもしれませんけども、フクロウです。これは逆らいようがないですね。目があって。じゃあなぜこんなところにダ・ヴィンチはフクロウを描いたかということなんです。フクロウというのは悪魔の象徴、魔女の象徴なんですね、昔から。じゃあ、これは天使なのかということになるんですね、左にいるのは。ガブリエルという名前がついてますけども、この羽は猛禽類の鳥の特徴を持っています。猛禽類、すなわち肉食性の鳥なんですね。そして、その中でも特にこの羽はまさしくフクロウの羽なのです。フクロウは夜行性で、それゆえにまあ魔女の友ということになってたんですね。で、ローマではこれは悪魔の鳥というか魔女の代名詞だったんですね。ローマ人はフクロウをストリクスと言っていた。魔女を意味したというわけです。で、じっと凝視する目を持つ目の女神、すなわち女神マリの名を取っていたと。マリ、いいですか？マリアのマリですよ、皆さん。まず、996をお楽しみください。なぜダ・ヴィンチはこんな絵を描いたのか。順に、この絵の謎について説明していきます。この葉っぱはどこかトカゲのようですね。そしてこの子供を見てください。目を見てください。この子供たちは明らかに虐待を受けています。ほっぺたは腫れ、左の子供は頬が腫れています。目がつぶれています。そしてこの子供には片足しかありません。また、この子供の右手はどうなっているのでしょうか。これは、どこか、蛇に見えます。蛇を模しているとしか思えませんね。そして、この鳥を見てください。この鳥には片目しかありません。もう一方の目は潰れています。子供の目と同じように半分閉じています。足を見てください。このキリストの足は、指はですね、6本あるように見えますし、向かって右の足は7本あるように見えます。そしてここに見えるのは手ではないでしょうか。私の思い過ごしだというのは少し待ってください。このヨハネの手を見てください。皮膚がめくれています。そして、その手は、不気味に長く、細く。そして、親指が短いですね。川もめくれています。そして空に飛んでいるのは黒い鳥ですけども、羽を取ってみると、まさしくそれは UFO なんですね。1965年に確認された UFO です。そして、このスカートのようなものを見てください。逆さまにしますと、これはミケランジェロのピエタ像の姿にも似てますが、ダヴィンチ自身が描いたコンヘッドマンの姿にも似ています。この腕はですね、逆さまについています。反転していますからよくご覧ください。脇の下が下へ来ましたね。どうしてダヴィンチはわざと腕を反転した逆さまの絵を描いたのでしょうか。また、ここを見てください。はっきりとはわかりませんが、ここに足があるのがわかります。足が岩陰から出てますね。そして先ほどの手と比べてみてください。そしてこの腕はですね、ダヴィンチ自身が描いた鳥なんですけどもね、レダーとスワンの中のスケッチの中に出てくる恐竜のようでもあります。そしてここに注目です。これはまさにアナアキドルメンですね。これらはコーカサスで3000個以上見つかっているアナアキドルメンですけども、このドルメンは何のために使われたかということはですね、幼い子供たちを閉じ込めておくためだったんですね。そして餌として食べるためにここに閉じ込めておいたわけであります。この子供たち、ドルメン。明らかに虐待を受けた子供たち。ここに手がある。足がある。これらを総合しますと、この絵の中から浮かび上がってくるのは恐ろしいメッセージなんですね。彼は本当にイエス・キリストなのでしょうか。寂しげで苦しげで威厳もなければ風格もありません。そしてこのイエス・キリストの首を見てください。ブルーの中央のラインが喉仏のラインです。そして異様に太いなで肩、首。わかりますか？右の方は暗くて見えませんが、これはダヴィンチ自身が残したレプタリアンの骨格像です。細い骨をですね、何本かの剣で支えています。これはダヴィンチ自身の自画像です。が、一つだけはっきりしていることがあります。もし彼が敬虔なクリスチャンであったら、こんな絵は描かなかっただろうということです。もう一つの証拠をお見せいたします。これは有名な受胎告知の絵ですね。この女性を見てください。マリアの顔をじーっと睨んでいます。このヨセフの目を見てください。じーっと睨んでいます。どうしてこんな鋭い目つきで睨んでいるのでしょうか。それについては、ウィキペディアが次のように説明しています。魔女である。フクロウを、フクロウというのは魔女を意味したと。そして凝視する目を持つ女の女神の像は、まさに悪魔の目なんですね。この真ん中に中央に置かれた台を見てください。これは皆さん何に見えますか？フクロウですよね。どう見てもフクロウでしょう。ダヴィンチはフクロウを描いたのです。悪魔の象徴であるフクロウを描いたのです。すなわち、マリアは悪魔に祝福されているということになります。そして、今まで見てきましたように、イエス・キリストは悪魔に祝福されたということになります。これがレオナルド・ダ・ヴィンチ氏からのメッセージです。繰り返しになりますが、ダ・ヴィンチがもし敬虔なクリスチャンであったら、こんな絵は描かなかったはずです。これはバフォメットですね。イルミナティのいわゆる、シンボルマークにもなっています。悪魔。キリスト教徒側から言えば悪魔ということになるわけですね。その羽なんですけども、この羽がですね、いわゆるフクロウの羽に似てると言いますか、フクロウそのもの、なんですよね。イルミナティとフクロウっていうのは、切っても切らない関係にあるわけですよね。で、ダヴィンチは、だとすると、なぜそのフクロウをですね、受胎国史の中に書いたかという問題が出てくるわけです。そこでもう一度吟味して、検証していますとですね、これが受胎国史の中に出てくる置物です。そして、このガブリエルというか、天使の名前どうでもいいですけども、羽が猛禽類の羽、フクロウの羽なんですね。そしてこれがバフォメットなんですよね。なぜダヴィンチはこれを描いたかですよね。もし、イルミナティの依頼でこの絵を描いたんならもっと堂々と描けばよかったと思いますし、何かしらの中途半端。言い換えますと、ダヴィンチはローマンカトリックに対立していたというふうに考えられるわけです。同じく、ピエータ像を作ったマイケランジェロも、フリーメイソンリーでして、そして、ローマカトリックとは鋭く対立していました。すなわち、ダヴィンチ側もですね、私は今まで、ローマンカトリック側だと思っていたんですけども、そうではなくてローマンカトリックと対立していたと。そのことを知ってる人がいたんですね。ここに真ん中に中央に山がありますけども、見にくいんですけど、昔からよく議論の的になる山ですけど、この向こう側の白い山です。で、この山を分かりやすく線を書き足して、私なりに修正してみました。ずるいことは一切しておりません。で、そのことをウォルト・ディズニーが実は知ってたんですね。ダ・ヴィンチは、というか、魔女というか悪魔の手先であったということを知っていたわけです。そのことをディズニーはファンタジアという映画の中で、それを、暗に、と言いますか、示しているわけですね。これがファンタジアの中で出てくる悪魔の山です。これが主題になっているんですね。ファンタジアの中では。このダ・ヴィンチの描いた山と見比べてみてください。大変よく似ているということに皆さんお気づきになると思います。すなわち、ウォルト・ディズニーはですね、このダ・ヴィンチの受胎国史の中に書いてある山を模して悪魔の山としたわけです。すなわち、フリーメイソンリーであったウォルト・ディズニーはですね、そのことをこうして暗に表現したわけであります。じゃあ、ダ・ヴィンチとミケランジェロはどうであったかということなんですよね。まだ決定的でありませんけども、ダ・ヴィンチはイルミナティであった。ミケランジェロはフリーメイソンであった。この一番右のですね、女性の肩を見てください。ケロイド状に吹き出物が出てますね。不気味ですよ。大きくしてみると。この女性と、先ほどの凝視している女性と顔の輪郭が大変よく似ていることに皆さんお気づきになると思います。ミケランジェロはダ・ヴィンチを茶化しているんですね。この、顔を2つ比べてください。右の人はこれ女性ですよ。そして、ヨハネの顔と右の女性の顔、女性じゃないんですね。これはシスティーナ天井画に描かれている顔を比べてみてください。同じですね。似てるレベルを超えてますね。そしてこの女性は、女性じゃなくて男性です、これは。チンチンがありますよ。で、これは背骨にヒレがある。すなわち、レプタリアンなんですね。よく見てください。そして、この顔を見比べてみてください。これもやっぱり眼屈の聖母子の、ダヴィンチの眼屈の聖母子を、いわゆる茶化してるわけですね。ミケランジェロは、このようにダヴィンチに対して、真正面から、なんて言いますか、抵抗していったわけです。じゃあダ・ヴィンチはイルミナティであったかということなんですけども、今のところまだ証拠はつかんでいませんけども、その可能性は非常に高くなりましたね。いわゆるフクロウをこうして、絵の中に書き込んだという意味においてね、いわゆるシンボルマークである、イルミナティの、シンボルマークであるフクロウをですね、書き込んだという意味で、その可能性は非常に高いということです。で、最後に、もう一度この空を見てください。この空にも怪しげなものが書かれています。で、ちょっとこれ見にくいので、サイド上げたり、ガンマ上げたり、ということをやってみました。そうしますと、なんていうか、左右対称系の UFO らしきものが浮かんでくる。UFO かどうかは断定できませんけども、そのように考えているわけですね。で、最後に、ミスター・レオナルド・ダ・ヴィンチをもう一度皆さんに紹介いたします。この両者は同じ人なんですね。ほくろの位置、目の位置、こぶの位置、完全に一致します。そしてこの両者も同じように、ほくろの位置、目の位置、そして印象ですね、歯の形、それから顎の下のボコボコした感が、みんな同じ人なんです。なし、これは、この絵だけが紹介されてますけども、ここに示しているのはみんな、リオナルド・ダ・ヴィンチなんです。で、最後にここに出てくるこの人、これもダ・ヴィンチなんですね。その、称号はこの後にやっていますが、皆さんに最後に面白い事実をお見せいたします。これはダヴィンチの横顔ですけども、帽子をかぶせて髪の毛を長くしますと、まさに皆さんが持っていらっしゃる魔女のイメージになるということです。フクロウがね、ダヴィンチの後を追っかけていますという話です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. In this footage, it's my pleasure that I can show you the real image of Leonardo da Vinci or self-portrait of Leonardo da Vinci. In Japanese, この動画の中で、レオナルド・ダ・ヴィンチの実像、あるいは自画像といったものを皆さんに紹介いたします。どうかお楽しみください。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. This man is also Leonardo da Vinci himself. Here is the evidence, and I will prove it in this footage. Thank you. And in Japanese, この男もダ・ヴィンチでしたという話です。ダ・ヴィンチはいつも自分をモデルにして絵を描いていました。おそらく自分の容姿に強いコンプレックスを持っていたためではなかったかと私は考えています。これを満 A としていきますね。皆さんご存知のあの絵です。いろんな意味が加えられていますけども、そういうことはさておいてですね。この満 A と満 B を比べてみてください。まずこの二人が同じであるということに、少し、これは実は随分もう数ヶ月以上も前に一度証明したことですけども、もう一回ここで蒸し返してみます。これ違いを探すのは難しいんですよね。左の絵は簡単な絵ではありますけども、きちんとダヴィンチの特徴を捉えています。撫で方、眉間のシワ、そしてポコポコとなってますからね、コブのようなものが顔中にできているわけです。この A と B は同じだということを皆さんよくここで確認しておいてください。そして今度は Man C を持ってきます。この Man C と先ほどの Man B とはこれは全く同じなんですね。いわゆる 3D のモデリングのデータベースをコンピューターの中に入れておいて、それを適当に落としてプリントアウトしたと。ケイミヤさんはそのように教えてくださいました。ですから唇の傷を見てください。同じでしょ？本当はね、これ左右反転してるんですけどもね。ダ・ヴィンチは右の絵を反転すると全く同じになります。ダ・ヴィンチはいわゆる左右反転という技術をあちこちで使ってますね。ですから、ダ・ヴィンチを精査するときは一度左右反転してみて精査する必要があります。これもよく見ると左右反転してますね、右の絵が。あるいは左の絵が、右の絵が反転してると考えていいんでしょうか。そして、Man C と Man B は同じだということをここで確認してください。そして今度は、Man C とダ・ヴィンチ自身を比べてみてください。ちょうどこの目の上の膨らみのところに毛がありますから、ちょっと見にくいんですけども、このように若い時のダ・ヴィンチと年を取った時のダ・ヴィンチが全く同じだというところが、またこの裏があるんですね。というのは、すなわち 3D のモデリングを使って両方を描いたということになるわけです。いくらね、同じ人でも、これほど年が離れた、いるのにね、同じ特徴を持って、生まれるわけはないんですよね。唇見てください。傷があるでしょ？レオナルド・ダ・ヴィンチ。このダ・ヴィンチの左側ね、ちょっとした傷、あそこまで同じなんですよ。そして目の下のザラザラっとした感じね。それからダ・ヴィンチは鼻の途中が膨らんでるのが特徴なんですね。要するに、メンシーとダ・ヴィンチは同じだということなんです。ということになりますと、最初の A、B と同じ。今度は B と C が同じ。今度は C と皆さんご存知のダ・ヴィンチが同じ。みんなこれに騙されてるんですよね。これがダ・ヴィンチだとみんな世界中の人が思い込んでるんです。ね、よくまあこれだけ常識というものは作られたもんだ。だからアインシュタインは言ってますね。私たちが持っている常識などというものは18歳の時までに作られた偏見の塊であると。Our common sense is a prejudice created until the age of 18 とね。まあそういうことをダヴィンチがこうして、この絵は誰かというと、言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。またまた出てきましたね。ダ・ヴィンチという男はですね、自分をモデルにして、常に自分をモデルにして絵を描いてたんですね。そこに気がつくと、ダ・ヴィンチの謎も大きく解けるようになります。まあ、ぜひ試してみてください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Real image of Leonardo da Vinci ダ・ヴィンチの実像4回目、新しい写真をですねチューブストアさんから送っていただきました。でそのまあチューブストアさんはそれがダ・ヴィンチだとは言っていませんけども、まあ一見して私はダ・ヴィンチだと分かりました。その写真をですねこれから紹介しますが、皆さんが持っていらっしゃるイメージとは大きく違います。これがそのチューブストアさんが送ってくださった、まあ、スケッチ画ですね、でこれは誰かということなんですけども、今までの、まあ、過程といいますか精査の過程の中で私はこれがレオナルド・ダ・ヴィンチだと確信しました。右側がダ・ヴィンチだという前回結論を出しました顔ですね。でまあこの左右比べて今見ますけども、何て言いますか、細かい部分で同じなんですね。ということは右と左は同じ人物だということです。小さな耳たぶのない耳ですね。ほくろ、それからこのひだのこぶですね、同じですね。でこの眉毛にちょっと特徴がありまして、細い線がスッと出てるんですよね。でイボが目地右の上、右にあってという感じです。まあ皆さんご自身で頬骨も特徴的なんですね。これちょっと人間離れした頬骨をしてますね。でこれは同一人物だということになるわけです。皆さん納得なさると思いますよ。大きく出た下顎のこぶですね。でさらに今度は一番最初に精査しました絵と比較しています。左の絵はまさしくダ・ヴィンチの顔ですけども、ほくろの位置、それからほくろっていうかイボですね。もう目の特に向かって右側の目の付け根にあるイボに注目してください。またこれは続くビデオの中で精査いたします。同じですね。じゃあこの A と B、 一番最初のまあ A と B というか一番最初に見せましたこの顔とですね最後に見せました顔もこれやっぱりこの同じなんですね。コブがあって、で極めて歯並びの悪い歯、とんがった鼻、わし鼻、それから目、この鋭さね、三白眼に近い目です。まあそれからこれは同一人物だということになるわけですね。でさらに今度はこの顔とじゃあ直接まあダ・ヴィンチの顔と比較してみます。で目の下のこのくぼみ、それから付け根がわし鼻で、ここに目がねスーッとこうしわね、それから鼻がとんがっているところ、それから3段それから4段になってる感じかな、3段4段になってるまあ目の下のですね、まあ右の方は老暦のダ・ヴィンチということになってますけども、これは全部2D フォトグラフで書かれてるんですよね。それはまあ以前証明いたしましたが、写真です。写真をまあ、CAD と言いますかね、CAD じゃなくてグラフィックデザイン、今でいうグラフィックデザイナーのものを利用して、イラスト化したということですよね。すなわち、これらの4人の人はですね、全部同じ人だということなんです。まあ、詳しい精査はですね、次のビデオでお見せしますが、もう一つ気になったことがありますので、ここで皆さんにお知らせします。このダ・ヴィンチの絵の中でね、影をね、細い線で描いてるんですよね。細い線で。この線がまた怪しいんですよね。今、3本の線をこれからお見せしますが、これ全部平行で直線なんですね。いわゆる皆さん平行の線をね2本書いてみてくださいよ。まず書けませんね。はい、書けないことは書けないんであって、でそれで、まあ、ダ・ヴィンチはこうして自分の、まあ、画像にですねこの線を加えて、スケッチに線を加えて影を表現してるわけですけども、スーッと線を引いていくんですね。手首が動く範囲であるならば平行線を描けますが、平行線を描くのは難しいですね。まあそういうことで、とても残念ですけども、これが残念という言い方はちょっと失礼ですけどもね、これがダ・ヴィンチの実像だということです。目の鋭さ、特にこの3番目はもう目の鋭さは全く同じですね。ということを続くビデオの中で証明いたしますので、どうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!